はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日はですね、またスティーブさんに来ていただきまして、えー、こちらの回やっていこうかなと思います。今日はですね、マーケットの話に加えて、えーまあ、ちょっとアメリカにも行ってきたので、そういったところの話もできればいいなというふうに思ってまして、えー、スティーブさんはですね、現在 Web3 の、えー、投資家としてご活躍されておりまして、えー、元ゴールドマンサックスですとか、まあ、他の、えー、Web3 関係の、えー まあ、機関投資家としてですね、活躍をされてきました。で、今日のお話につきましては、えっ、ー、と、スティーブさん個人の見解ということで <laughs> え、ファイナンシャルアドバイスではないという前提で聞いていただければと思います。はい、ということで今日もスティーブさんよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。スティーブです。えっ、ー、と、 ジョーさんを初めて会ったのが大体1年前、会ったっていうか、紹介で、オンラインでこう会ったのが1年前だったんですけども、あの先週、ようやく初めてジョーさんと、<laughs> あの本当の,その実物の世界でですね、あのお会いできて、で一緒にご飯をしてあの、1年毎日会ってたのようにあの違和感がなくてですね、逆にびっくりしましたけども。<laughs> あのようやく会うことができました。で、これからも、まあ、ジョーさんとともにですね、あの日本とあのアメリカのクリプト業界をこう結ぶあことで、少しでも貢献できたらなと強く思いました。よろしくお願いします。ではですね、今日大体30分見てまして、15分内はですねあの、以前やってたように、マクロの話とクリプトの話を簡単に振ってみてですね、その後はせっかく、ジョーさんも、あの オースティンにあるそのクリプトのコンフランスと呼ばれるコンセンサスというところに私も行ってきて、ジョーさんも行ってきたので、あのー、毎回ジョーさんがです、ね、こう誰かをインタビューするかお話になるスタイルだったんですけども、今日だけはそのロールをちょっと変えてみてですね、私がジョーさんをあのインタビューする形で、うん、あのコンセンサスの話をしてみたいなと思います。では、マクロの話から始めてみましょう。 えと一番重要だったのはですね、おととい、FOMC があのアメリカの金利を25ビフス0.25%上げたことです。で、その25っていう数字は、もう多分1か月、2か月前から予想してたことなので、あんまり驚きはなく、市場はあんまり動か,動かなかったです。で、その中身を少しだけ見てみるとですね、大体、プラスとマイナスの話がちょっとあの混ざるんですけども、 例えばですね、あの銀行、今あの、アメリカで一瞬になっている銀行システムがあのもう破綻しそうっていう話はに対しては、パエルさんはあまだ銀行は強い、あとまだ大丈夫だっていうあの話をして、市場をちょっと安心させました。でもう一つは、今まで FOMC の,のステートメントに何回も出てきたあの、継続的な金利上昇っていうフレーズがですね、 抜けられたっていうことは、また金利上昇がだんだんこうなくなっていくっていう意味で、市場のちょっとプラスとして見られています。ただ、あの、バランスシートはずっとあの縮小は続けたいっていうことでま、まだタイティニングはあの終わっていないっていうことはちょっとマイナスだと。で、もう一つは、労働市場はですね、雇用がまだまだとてもアメリカは強いです。今日の朝もちょうどですね、あの、ノンファームっていう雇用指標が出たんですけども、予想を上回る。 かなり大きく上回る雇用市場の強さを見せてですね、まだ雇用は強いっていうことは、がですね金利をあの下げるとかっていうのはかなり難しい状態であるっていうのはマイナス。で、もう一つ最後には、パールがですねこれからあのインフレーションを2%まで落ち,落ちさせるためにですね、今まで使ってない道具を使うことも可能だっていうその 話はですね、また、あの、市場としてはマイナスに取られてる。まあ結論として、プラスとマイナスがごちゃごちゃで、多分ゼロに近いっていうことが、市場もあんまり動かなかったですし、昨日は、あの、少し上がる、上がったこともありました。ただですね、ここで注目したいのは、今日昨日ですね、銀行株あ、そこの中でも2つあるんですけども、あの、1つ目は、あの、パクウェストっていう40、40 ジョーダラーの持っている銀行がマイナス50%落ちました。で、もう一つ、Western Alliance っていう約67兆ダラを持っている銀行はマイナス40%下がってしまったことですね。まだ銀行に対するあの不安は、マーケットはあの落ち着いていないということはあります。ただですね、今日の朝、また一日が過ぎてですね、この p a ク w e s t をマイナスト50%したのは今日の朝ですね。今日今、 プラスの80%また戻ってますし、あの、ウェストランマイナスはプラスの60%、こういうふうにまた戻っている段階であります。まあ、あのー、こういうふうに銀行がちょっとまだ揺れているんですけども、それのおかげかのようにビットコインは上がりつつあっています。で、今、ビットコインがですね、2万、あのー、2万9300としてですね、ずっと上を持っていっているのはですね、 まあ、そうかもしれない、そうじゃないかもしれないんですけども、こう銀行に対する、あの、不安がですね、結構ビットコインに流れてくるっていうのは、ここ2ヶ月で見えてるパターンであります。じゃあ、ここでマクロの話ちょっと戻りますと、あの、多分皆さんが見てるのは、これから景気がですね、だんだんこう、リセッションになるかどうかっていう話なんですけども、あの、 三つ、あの、ちょっとそういう可能性はあって、まず一つ目は、commercial real estate 日本語で、なんていうんですかね、この、 商業用、ね。皆さんが、そうそうです。商業不動産自分、皆さんが住んでる家とかではなくて、ビジネスがやっているそういうリアルエステートがですね、かなりアメリカは、あの、空間が、あの、多いと。で、2番目がその銀行が危機を迎えている。で、まだ3番目が企業のですね、レイオフがまだ終わってないっていう話があってですね。あの、これはまあ個人的な話ですけども、まあ、ニューヨークにいる私の友達一人で、あの、 コンソールで働いてるものもそういましたし、韓国にいる、まあ、あの一番大きいグローバルの IT 会社でも言ってるのが、まだレイオフが今週から始まったっていう話をちょっと聞いてですね、まだそのやっぱりこのレイバー市場に対するこの今の景気がまだ反映されてない、だからこれが多分景気の下の最後かなと思っているので、多分インフレンションがここから落ちていく っていうふうに見られたら、多分フェドはそんなに簡単にはもうこれからは上げることはほぼ不可能っていうふうにマーケットは見始めてですね、次の FMC からは多分金利があの同月、その同じ上げないことになるっていうのがマーケットのほぼの予想で、さらに9月ぐらいからは金利を あの下げるっていう話がですね、今 CME のウェブサイトで見えるように80%のぐらいはその人、それの可能性を見ているっていうことになっているのが今のマーケットの主張であります。で、クリプトの話、簡単に振ってみましょう。クリプトはですね、あの今、大体あのそういう大きいニュースはないんですけども、まず1つ目はビットコインがそのアメリカの金利、あの銀行の危険とともに。あの 上に上場してるっていうのが一つ。で、もう一つがですね、ミムコインっていう MEMEA ていうコインがあるんですけども、ミムっていうのはですね、大体どういう意味かというと、アメリカでよく使う言葉なんですけども、よくインターネットでですね、あの文化やあのインターネット上で流行ってるもの。 に対してのクリプトコレンシー、だからテクノロジーやユーティリティとは関係なくですね、流行ってる言葉、流行り言葉が、あの流行ってるものがそのままコインとして誰かが作ってですね、あのそういうコインをまとめてミムコインというふうに呼んでいるんですけども、あの今、その、 すみません。クリプトの話になりますけども、あの、イーサリウムのガス、ガスフィー、その、イータリウムのブロックチェーン上でいろいろ取引したりするんですけども、そこの、そこで発生する費,費用がですね、取引が多けれなるほど、あの、高くなってしまうんですけども、今日ですね、あ,、ま、あの、1年で一番その、ガスフィーが高い。 でさらに言うと、ユニスワップの中で、あの今、エクティブユーザー数がですね、2021年5月以降、一番あのはあの高い数字を示せていますで。これは何を意味しているかというと、いろんな人が今、トレードをめちゃくちゃしているんですけども、それが全部このミームコイン、この1週間ですね、もう5個、6個ぐらいのミームコインがそのいろいろ発生しているんですけども、みんなお金がそこにちょっと集まっています。その中で一番代表とするのは、あのペペ。 っていう、PEPE っていうムメムコインでですね、あの先ほどあのしあのマーケットキャップが1兆ダラを超えました。で、3日、3日の間にですね、で、皆さんもあの、多分ジョーさんがこうスクリーンショットを撮っていただくかもしれないんですけども、あの1回チェックはしてみてもいいと。なぜかというと、別にこれを買えとか売れっていう話ではないんですが、ここに対するこの マーケットの関心は一体何を意味してるかっていう質問に対しての答えは、あの皆さん個人個人が違う言葉になる可能性があります。例えばですね、あのリテールの人がまたクリプトにお金を、ね、入れる今タイミングなのか、それともここで儲けたお金がどこに流れていくのかとか、それともこのミームコインって始まったのか。 いわゆる次のブルーマーケッツのすぐ前の段階を示しているのか、で、閉じた財布を開けているのかとか、まあいろんなね、自分なりのその解説をして、あの、うち、僕たちが今、クリプトのマーケットサイクルでどこら辺にいるかっていうのを自分なりの議論として、あの、見ることも あの重要だと思っています、えー、それ以降はですね、機関があの、機関の人たちがちょっと注目しそうな、皆さんも聞いて名前が分かりそうな名前としてはですね、 ニュースとしては、まず一つ目あの、トークナイゼーションに対してなんですけども、あの日本の多分三菱さんにもお金をもらったスキルタイスっていうトークナイゼーションのプラフォームがあります。2017年か8年からね、このスキュリティをトークナイズするのをあの手伝うあのプラフォームなんですけども、そこがあのアメリカで結構大きい店頭の,あの資産運用者である HemiltonLane っていうところのクレディットファンズをですね、トークナイズして、それをポリゴンでローンチするっていう話があります。 で、それ以降はですね、あの皆さんもよく知ってるあの、世界的、多分この人が世界で一番金持ちなんですけども、LBMH の会長がですねあの、自分のこのプライベートのディナーで、そこの多分会社の誰かとあの話してて、自分のオープンシーアカウントを。 オープンシーンのアカウントを持ってて、その中で NFT を持ってることを、まあ、こう見せたっていうのが結構話題になっているんですけども、まあ、それはね、あの、どこまで信じていいかわからないんですが、一週間前に LBMH がシェアホールド、あの、シェアホルダーの会議をしたときに、その会長が直接言ったのが、ナイキみたいに、あ、すいません。あの、ナイキが今すごくバルチャルシューズでですね、お金を儲けてる Web3 でですね。ただ、LBMH は、 バルチャーシューズはやるかもしれないけども、あのフィジカルの実際のシューズがその NFT と連携してないとやる,やる気はないですよっていう話をしたんですね。で、それは何を意味してるかというとやら、NFT をやらないっていうことよりは、やるけどもこういうふうにやるよっていう意味だと私が捉えてですね、やっぱりこの Web2 のブランド品たちが Web3 をやっぱり真剣に思って、これから入ってくるのは時間の問題かなと思う。 ことができますあと、3番目に重要なのはですね、アメリカで一番大きいあのクリットの取引所であるコインベースがですね、今までアメリカだけで運営していたんですけども、あの、4日前に初めてアメリカ人じゃない、そのアメリカの外のユーザーのための 取引所をオープンしましまた今のところは BTC と e t h e r e u m この2つだけ、PERP の,のフューチャーのプロダクトだけであります。で、全部は USDC でセットして、あのレバレッジは5倍,で5倍ぐらいできると。まあ、あのまあ、こういうことなんだろうなと思いますけども、まあ、こういうふうに、あとに多分、ジョーさんとの話も出てきますけども、US で今、クリプトに対する規制がより高くなっているときにですね、まあ、日本のファウンダーたちがシンガポールに行っちゃうみたいなことが、US から U.S. のファウンダーが U.S. に出ようとしてるっていうなあの動きに影響をたくさんしているのがここでのちょっとポイントになります。ではですね、大体このぐらいで、あのマクロとクリプトの話は今日はちょっと短めでしまして、あの締めてみてですね。ここから残りの15分はあのまあジョーさんと私がそのコンセンサスいわゆるクリプトのその数多いクリプトのカンファレンスの中で。 代表ナンバーワン、一番有名って言われる、1年に1回するコンセンサスっていうところ、今回はアメリカのテキサス州のオースティンっていうところに3日、4日行ってきたことを話したいと思います。ジョーはい、大丈夫です。<laughs> はい。では、今日はですね、私が生意気ながらちょっとあのリードをさせていただきます。じゃあ、ジョーさんあの、まずですね、あのまあ、今、時差もあの大変だと思いますけれども、 最初はここからスタートしてみたらどうでしょうかあの、まず、あの、その日本のそのクリプトの業界を見てらっしゃる方として、アメリカのクリプトカンファレンスがほぼ初めてだとお聞きしていますけれども、はい、まあ、ざっくり感の印象を聞かせてください。はい。えっ、ー、と、コンセンサス、今、スティーブさんが言っていただいたように、僕も初めて、えー、行って、で、オースティンという街も初めて、えー、だったんですけれども、えー、まあ、ものすごくやっぱり規模としては、えー、まあ、 サイドイベントも含めて、僕はこれまで行ったところは、まあ、結構大きいなというふうに感じたという印象、まあ、大きいなというか、まあ、イベントの数も大きいなと、多いなという感じですね。で、えーとまあ、その一方で、えー、とやっぱりその前にサンフランシスコ、えー、LA も行ってたんですけども、まあ、若干一時期よりも、まあ、ちょっと人が減ってるっていうのもあって、チーム全体でバーンと来てるっていうよりも、まあ、チームの 数名が来てたりっていうところで、やっぱり来てる人材っていうのは絞っていたりもするので、ある程度規模感はありながらも、えーまあ、冬の時代っていうような感じは正直、まあ、強く感じたわけじゃなかったんですけど、まあ、皆さん、やっぱり少しリソースを絞って、お金も絞ってきてるんだなっていうのが、ちょっと感じたポイントですかね。 うん、あの私の場合、ちょっとそこに対してコメントしますと、私の場合は、コンセンサス・アスティの前に、ニューヨークであった NFTNYC という、また NFT に特化したコンファレンスにちょっと行ってきたんですけども、あのそこと、あと今までちょっと私が行ってたコンファレンスと比べると、数は多分100ぐらい、普通のブルーマーケットで100だったとしたら、今回は多分60ぐらい出すと。うん、ただ、 質は、例えば質がもともと100だったとしたらですね、今回は質は130になったような気がするんですねで。その理由としては、数は少なくなったものの、そのクオリティの数は、その数が少なくなったよりは減少なくなっていない。 うんうん、っていうことで、あの、人が来た全体に対するクオリティのものが何個あったかってい比率で言うと、結構高かったなと思います。その理由は多分2つ考えられて。で、まず1つ目は、こういうい,いわゆるベアマーケッツ。正直、ベアマーケッツって言葉もちょっと私は正しくないと思うんですけど、ビットコインがね、今年70%今上がってる状態で言うと。ただ、まあ、全体的雰囲気がベアマーケッツなときに、あの、こういうふうに、あの、 いわゆる飛行機代を払ってで、ホテル代払って来てるっていうのは、2つあって、1つ目はよっぽど自分のプロダクトに自信があって、あのね、ちょっとこういう旅行とかコンファレンスを少なめに普通にするのが当たり前な環境でも、いや、私はもう信じてるから、ここでは今、私たちはビジネスをプッシュすると。 っていう部流が1つでもう一つは今所属してる会社がうまくいっているからそういうあの働いてる方たちをこういう遠くまでお金を払って送ってるんだっていうことでやっぱりクオリティの人が集まったっていう感じがしました。そしたらですね あのまたちょっと次の,あのソブジェクトに行ってみて、やっぱりあのジョーさんの強みとしたら、やっぱりこの US 英語ができて、US が少しあのこうカバーされていて、で、アジアを分かっていらっしゃるということで、やっぱり US とアジアのこの差をいろんな面で感じたと思います。えーまあ、それが本当にプロジェクトの スタイルかもしれないし、人の喋り方かもしれない注目しているサブジェクトかもしれないんですけども、ジョーさん、いかがでしょうかどういう面でどういう違いが注目、こうピンときたんでしょうか、うん、特に今回、会ってた人たちは投資家の方がすごく多かったんですけども、日本でもアジアでもそうだったんですが、あのー、アメリカの人たちっていうのはどっちかというと、もう少し、特にあの今、SEC のゲリー・ゲンザラさんが。 結構クリプトに対して厳しめだっていうことだったりとか、まあ、今後の規制の方向性が少し不透明だっていうこともあって、まあ、そういった方向感も考えながら、ちょっと今は様子見だねっていう人がちょっと多いなっていう印象だったんですけど、香港を中心としたアジアの投資家っていうのは、まあ、かなりクリプトに対して、えー、積極的に投資をしたいっていう印象があって、特にまあ香港に関してはですね、まああの 中国の国内でできない分、香港で積極的に、まあ、このクリプトレスとか Web3 の分野に対して投資を、まあ、していきましょうみたいな雰囲気が、まあ、政府を挙げて、えー、ちょっとやりましょうっていうような、まあ、空気がすごく高まってきていることもあって、まあ、僕がいるドバイもそうなんですけど、うん、まあそのアジアのクリプトに積極的に投資したいっていうところと、えー、アメリカのその少し冷えた空気感みたいなところの差が 僕にとってはすごく面白いなというふうに思っていて、で、うん、アメリカの一部の投資のファンドの人たちも、まあ中東の方に来たり、アジアの方に来て、資金調達してるっていう動きも見えたりとかしているので、まあ、お金の出どこがアメリカからアジアとか中東になってきたりとか、うん、まあそういったあの観点でも、まあ少し対比が面白いなというふうに、僕は今回ちょっと思ったところですね。 うん、あのジョーさんの話、すごく好感する理由は、ですね私はどっちかというと、もうちょっとアメリカの目線であの見,見ますけども、私はアメリカに駐在していますので。 まずそのあの、SEC がです、ね、とてもいろんなスクリプトのもう取引所やステーキングやもういろんなところにです、ねうん、ちょっかいというか、今こうじゃあの、パンチをあの投げていてです、ね、かなりアメリカの人はです、ね、今まで、ね、アメリカの規制という話はたくさん出ました、スクリプトで5年間もあちこちで出てたんですけど、今回はかなりそれがちょっとあの強い。なので、うん 多分何年間か私がこうお付き合いをさせていただいた人の中でですね、アメリカ人のアメリカの投資家やアメリカの人たちは、それでもアメリカだろうっていう。 体制を持ってた方たちがやっぱりたくさんいるんですけども、まあ、アジアが別に大切ないっていうことではないですけど、やっぱり US が一番自分たちがね、こう、あの、わかる市場ですから、なかなか US の外には投資したがらない。ただ、うん、今回の SEC の動きはかなり強くてですね、そういう人の中で一部の人が、あの、やっぱり初めてこう、アジアを見るべきか、 っていうのがあのこう変わってるのをいろんな投資家から聞いてるとあの感じるあのこう雰囲気であります。で、そういうタイミングともにですね。またタイミングが重要で、us がそういうしてる時こそ、急に香港と日本がですね。クリプトにこう優しいっていうか、クリプトがの人が好きそうな規制を爆発させてくれたのが。 本当にこ偶然なのか偶然じゃないのかみたいな感じのタイミングで入ってきてですね、香港の場合は、すごく機関たちが興味あるあのクリプトの商品、ビットコインの ETF やあのこうトークナイゼーションとか、まあ、そこら辺の規制をかなり緩めるっていう発表をしたのが、ジョーさんが多分見ている機関投資家の,あのイケイケ雰囲気ではないのかっていうのと、 日本の場合は優秀なファウンダーたちがみんなシンガポールに行ってしまってるとで NFT、コンスーマー、ゲーミングが日本の頂点でやっているのかかわらず税金が高すぎるというのが多分3週間前にその政,府ですか、ね、政府が出したワイトペーパーによると、うん、のの NFT に関する規制あの税金をかなりあの少なくするっていうふうに私は理解していてそれらすごく それが一緒に起きたせいでですね、よ,よりもっとこう明確になって、US の、あのー、投資家さんや、US のファウンダーたちがですねあ、アジアに行く、アジアに投資するっていう勢いが、あのー、結構上がっていることを私は感じました。はいうん、ありがとうございます。あともう一点面白いなと思ったのが、 投資家ではなくて、まあ、企業っていう観点で言うと、うん、とアメリカの、まあ、いわゆるガーファムとか、日本では言われているようなあの、いろんなところが、ここ最近ちょっとポリゴンとかと一緒に協力して、うん、えっと、まあ、アクセレレータープログラムみたいなのをやり始めますっていうふうに、まあ、言ってたりとか、確か g o o g l とか、あとはまあアマゾンも NFT やるとか、まあそういった人が、はい、まあいろいろ来てたり、日本からも あのいろんな企業さんが来てたりと、まあ、結構コーポレートサイドはやっぱり少し長い目でいろいろと作っていかなきゃいけないっていうのもあって、まあ、アメリカも日本も結構注目をしてる分野で引き続き、まあ、いろんな投資家とか企業家も AI に行っちゃうみたいな動きも <laughs> まあ一部はあるながらも、はい、やっぱり企業はしっかりと。 まあこの領域をちゃんと今後の成長分野として見てるんだなっていうのもまあ僕はちょっと感じたのが一つあったかなと思います。うん、そうでですねだからここで よく機関とやっぱり会社と分けて考えてもいいぐらいに、ちょっとこう、多分ストレージが違うんですけども、まあ私は本当にこうニュースで見たのがメインですけども、例えば、エンティティドコモさんのニュースを私がどっかで見た、読んだときにですねこうあの、あの結構こう会社的なレベルでこのブロックチェーンのイニシアティブをかけようとしているとか、あとアメリカでいうと、フィデリティとかロビン・フッド、まあ、アマゾンを含めて、アートのオークションハウスで有名なソドビーとか、クリとか、 あとカメラ会社のキャノンとか、あと PayPal とか、あと資産管理運用者のフランクリン・テンポレンとかがもうかい、かなりのこのクリプトをですね、投資だけじゃなくて、この,の Web3 ていうものを導入して、 ビジネス化させようっていう動きはですね、このビットコインの価格の動きとはまあ本当に別行動をしている感じがしてですね、ゆっくりでも後ろには行かず、前だけ進んでるっていうのはかなり見えてきてですね、先ほどあの日本のポリゴンの話もなさいましたけども、ちょうど昨日ですね、あのアメリ、韓国で4番目に大きいあのゲーム会社のネオイツっていうところが、またポリゴンとね、エクセレ,レートを発表したりとかしてるのは、やっぱり企業はあの動く スピードはちょっと遅いので、逆にあの決断するにもちょっと時間がかかってしまう。ってことは、決断するのにも時間がかかるけども、実際ニュースに出るのもかかるってことですから、それがなんかビットコインが下がったからって言って、急にそれを今までやってたことを後ろにはできない。だから彼らが一回入ったっていうのは、もう前に行くしかないだけっていうことなんですね。だからそれを考えると、このベアマーケット。 の中ですね。もちろん価格も重要ですけども、この全体のイコシステムが後ろにはなく前に進んでるっていうのを一番見せてるのが、この企業の動きかもしれないなと思っています。で、もう一つだけ加えますと、今やっぱりアジアで一番企業とか、もうちょっと言うと機関投資家が注目してるところはですね、やっぱりトークナイゼーションっていう感じが今回のコンセンサスでもかなり分かってきてですね。あのー、 いろんなその金融や機関投資家さんたちが今あるセキュリティやそれとも今セキュリティじゃないものをトークン化するしたがるでそれに回るいろんなインフラとかいろんなものを作ってるファウンダーたちが結構かなり見えてですねあのどっちかというと NFT とゲームの話は今回のコンセンサスであんま見えず逆に DeFi とかインフラが見えたのは私が見てすごく面白いなと思いました。 ちなみに銀行ってどうなんですか、アメリカのほ、ね、銀行、銀行っていうと、あのあの投資銀行、いわゆるあのゴールドマン・サックスとか、うん、JP モルガンとかあの、そういう投資銀行さんたちは、もう多分いろんな部署で違う形でブロックチェーンをつあの使って、まあ、ビットコインのトレード関係の仕事もなさってますけども、あのインフラを作っているっていうのは、まあ、よく私は聞いている。 とこですねただ、そのいわゆる日本でいう銀行っていう意味で言うと、あのアメリカはあんまりこう銀行が、そのコマーシャルの銀行が、なんかブロックチェーンをやってるっていうイメージはあんまりないですかね。うんうん、多分日本とシステムが違って、日本は銀行っていうと、こっち A から Z までやってるっていうイメージがあるんですけどもね、アメリカはちょっとそれがあの分割しているイメージであります。 じゃあ最後に、そうですね、あ今あ、の US のアジアの話、機関とコーポレートの話をしたんですけども、最後にそれ以外にこう見てて面白かったプロジェクトや、一つとか二つ、なんかこれ面白いなって思ったこと、一言ありますかそうですね、今回は、意外と 2C 向けっていうんですかね、2コンシューマー、2コミュニティ向けの人と、 話すことが結構、まあ、多くて、まあ、いわゆる3ソーシャルまだったりとか、うん、あとは、えっと、クリエイターエコノミーみたいなところに対して、えー、商品提供していたりとか、自分のインスタグラムのアカウントを持っている人たちがそれを、まあ、どう対峙していくかみたいな、うん、まあそういったものが結構身近な人たちが作っていて、いろいろ話し 聞いたんですけども、まあ、やっぱりそのアプリケーションに、えー、すごく、まあ開発が僕の周りでは結構見えていて、で、その領域ってやっぱりすごくアジア、特に中国とまあ日本かなのかな、まあ特に中国とかだと思うんですけど、やっぱりその日本、中国、えー、そしてまあ韓国、まあこういったところが得意そうな領域が、まあすごく今後、えー、大きく開発されてくるんじゃないかっていうような、まあ注目も集まってきている中、 うんまあ、こういったところの開発が見えてきているというのはすごくう嬉しいなというふうに思ったのと、うん、あとはイーサ東京に来ていたまあアメリカの投資家も来ていたのが、やっぱりアメリカはインフラを作るのは得意だけれども、そのアジアのさっき言った3カ国はまあアプリケーションものすごく重要なので、今後絶対アジアの,あの活躍するタイミングが来ると思うから、まあ面白く注目しているんだよっていうのが、ちょっとコンセンサスでも一部見えたのが。 まあ嬉しかったなっていうのと、まあ、期待したいなっていうふうに思っているところですかね。もうあの追加することはないですね。本当にアジアが、あの多分次のブルーマーケッツ、もし次のブルーマーケッツが、あのユースケーシス、本当に使えるもの、アプリに多分もっと寄ってくるブルーマーケッツになると思うのであの、アジアの方たち、これを聞いてらっしゃる日本のファウンダーさんたちはですね、私が考えても、とてもチャンスだと思います。だから まあ皆さん、少しでも Web3 に興味があった、悩んでいたらですね、東京、日本人で活躍なさってる颯太君やアリサさんや、あと、マイコさんみたいにですね、Web3 であのすごいものを一回作る方向で、やりきってもいいんではないでしょうかという話を終わりに、<laughs> <laughs> 今日の今日の、ジョーさんとの感染症のキャッチボールを あの苦労したいいと思いますはい。ありがとうございました。また今後、えっ、ー、と、いろんなところで、スティーブさんにお会いできたらいいなというふうに思っていますし、また来年もアメリカの方に行けたらいいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。じゃ、まあ、ま、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。